こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、加藤とトミックスのレール使って伏線で走らせたいなと思ったんです。で、ジョージ石原のこのプラレールのこういう橋脚結構持ってるんで、これを使って伏線で走れないかなってちょっとね、いろいろ触ってたんですよそしたら、あれこれいいんじゃないって思ったことがあったんで、ちょっと今動画撮ってます。で、何かと言いますとね、これトミックスのこのレールなんですけどね、ちょうどこの橋脚のこの部分、この部分にピタってはまるんですよ。これカーブレールなんですけど、直線レールもね、いい感じではまるんですよね。で、こっちの加藤のレール、ま、ちょっとね、トミックスのレールに比べると、ま、太いじゃないですか。なので、ま、ここにはちょっと厳しいんですけどね。こっち。こっちだとね、ま、結構いい感じでね、こうはまるんですよ。で、これだったらいけんじゃないかなって思ったんですよ。なので、ちょっとね、プラレールのこの橋脚と、ま、トミックスと加藤のレールを使って、まあ、伏線でね、走らせてみたいなと思います。で、まあ、それでこう、すれ違いの映像とかね、この、並走とか、こう、ちょっとそういう、ちょっと気持ちいい映像をね、撮ってみたいなと思います。で、問題は、私が持ってるレールが、これ、カーブがね、C280 の45度のやつなんですよ。トミックスが。加藤のが、R315 の45度。まあ、角度は一緒なんでね。まあ、いけるとは思うんですけどね。ちょっととりあえず組んでみます。本当にコースになるのかどうか。ちょっと待って。めっちゃいい感じ。ちょうどいい具合に入ってるんですよね。これどうすかね。これバッチリっすよね。いけそうな。なんかいけそうな気しますね、これ。こんな感じのレイアウトができました。はい。まあですね、一応つながったことはつながったんですけど、まあここをですね、トミックスの方が内側走ってて、で、トミックスのレールの方がね、私、短いレールいっぱい持ってたんで、それを強引に使ってね、まあこんな感じでつなげてみました。で、使ったレールなんですけど、こういった感じの短いレールで、これミニレールセットかなんかに入ってたやつだったような気するんですけど、S33 っていうやつですね。これ何入ってたやつでしたっけね、ちょっと忘れちゃいました。まあ、こんな感じでつなげて、で、もう一つの方もね、これ微妙にサイズがね、こう同じ長さだったらダメだったので、ほんのちょっとだけ長いやつ。これなんですけど、S18.5 っていうやつです。これをちょっと取り付けました。まあ、こういった短いレールでちょっとね、長さ調整してやらないと無理でしたね。はい。ですね。とりあえず乗せてみて、でちょっとだけね、走らせてみたんですよ。ちょっとね、この隙間をちょっと見ていただけると、これちょっと分かっていただけると思うんですけど、これね、当たるんですよ。当たってる。ああ、まあまあ。やっぱそうだ。もうほぼ当たってるんですよ。なんで、並走はできません。まあ結構ね、いいアイディアだと思ったんですけど、まさかこんなにね、ギリギリになるとは思いませんでしたね、これ。近すぎるんでしょうね、このレールとレールの間が。とりあえずこれで走らせるとすると、こうですね、こっちとあと向こう側に N ゲージを置いて、こういう感じで走らせるしかないと思うので、ちょっとね、際どいんで怖いんで、ちょっとギリギリで、なんせすれ違わなければ、もうすれ違ったらアウトなんですよ。すれ違いはもう無理なんで、すれ違わないようにね、走らせてみます。こんな感じで、で、向こうは、こういう感じですね。うん。こういう感じです。なんせすれ違ったら当たるんで、
で、N ゲージってこう速度調整が優秀じゃないですか。ああ、追いつかれる追いつかれる。なんで、大丈夫だと思うんですよ。なんかほんと細かく速度が調整できるんで。ああ、いけてますね。とりあえずいけてますね。あ、ちょっといい具合ですね。はい。これでね、だいたいいい具合の速度になりました。いや、追いついてきてる。あー、いいですね。とかね、変装できてたら、めちゃめちゃかっこいいんでしょうけどね。そういうの買うしかないのかなぁ。あ、ちょっと待って、近い。いや、これ。で、これでやりたかったんですよね。並走とかね、すれ違いとか。したら、ほんと大満足だったんですけど、やっぱちょっと、狭すぎですよね、このレールとレールの間が。やっぱりね、あの専用のやつを購入した方がいいということなんでしょうね。うん、はい、いかがだったでしょうか。まあこれでね、ほんとすれ違いとかね、並走で走行できたらもう最高だったんですけどね。あまりにもやっぱり隙間が狭すぎて。ということでね、まあ今回はまあ失敗ですね。またね、カーブの緩やかなこのレールをね、購入してチャレンジしてみたいなと思います。まあせっかくプラレールの橋脚あるんでね、まあ有効活用していきたいなと思います。はい、という感じです。ありがとうございました。あー、これここだ。あ、いいな。バッといいですね。